はいどうも、NBA 好きラッパーの黒ひげです。はい。ちょっとね、今日サブ、まあ、あの、本ちゃんの方もあるんですけど、今回こっちの方であげようかなと思います。いやー、バタサイクッシュ、そしてナメダルマ、ぶちかましましたね。はい。あの、インスタライブでね、まあ、多分皆さん知ってると思うんですけど、えー、バッドホップのワイザーと、えー、ナメダルマの、えー、バタサイクッシュが、今現在、えー、ビーフをしております。まあ、ビーフって言ってもね、 まああのー、とあるフェスでね、ナメダるまが、えー、インタビュー中っていうか、えー、インタビュー中かな、に、えー、バッドホップのメンバーと、ナメダるまのメンバーがバチバチで、こう、ちょっと構想みたいな感じになったって、あれなんですけど、まあ、その後ね、えー、その後に、まあ、ワイザーがインスタライブでぐじ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 、結構、その文句言ってて、まあ、それに対して、ソン・ゴングとかは、まあ、インスタライブでごめんな、みたいな感じで、で、まあ、 リッキー・ダ・ディ・ダディとはまあ和解したのか分かんないですけど。ね、で、結構まあいろんな過去方面から、まあワイザーね、面白いなとか、ワイザーよくやったみたいな感じで結構賞賛の声が上がってたんですよ。まあこれワイザーの一人勝ちじゃねみたいな感じで。で、もちろん今リッキー・ダ・ディ・ダディとバタサイクッションも揉めてるから。だからまあ、その、まあリッキーもどっちかと言えば、そうですね、なんかバタサイ、あごめんなさい、ワイザー寄りだったのかな分かんないけど。 まあ、とりあえずね俺は事の,のいきさつとかってうのはもう全然知らないんですけどまあただそのワイザーと湯浅のバドサイクッシュが、まあ、揉めててで実際お前曲で俺のことディスってただろうとでまあインタビュールームのところにバッドホップが乗り込んででなんでそういう風になったのかってことをまあワイザーが説明すると同時にまあバドサイのことをああじゃねこうじゃねえっていう風に言ってたんですよ。 だけど、それに対して、同じくインスタライブでアンサーするっていうよりは、もう曲でしっかりアンサーを返しましたね。いや、これはちょっとうまい返しなんじゃないですか、これ、鍋だるま。ねぶちかましましたね。はい。まあ、これ、まあ、NBA に行ってしまえば、まあ、NBA 選手とかも結構割と、あのー、なんだっけ、ポッドキャストとかやってるんですけど、ポッドキャストでたまに選手のことは、ああじゃねえ、こうじゃねえって言って、まあ、トラッシュトークみたいなのするんですけど、まあ、そのトラッシュトークに返したい。 トラッシュトークに対してプレーでぶちかまして返していくみたいなまあなんだろうなやっぱりバスケットボールプレーヤーだったらコートコート上で結果を出す方がかっこいいじゃないですかでラッパーだったらやっぱりステージ上だったりとか曲だったりバトルで結果を出す方がかっこいいと思うんですよいくらぐじ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 こう外でねあのこんなまあ俺も YouTube でこうやって喋ってるかあんま言えないけど、まあ、ぐじ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 喋ることってのは簡単なんだけど そこをね、やっぱり何にも言わずにねサクッとこう曲でね返したっていうところがいやちょっとなめだるま一発いい感じの返したんじゃないですかこれでこれでね神奈川のことも結構言ってるんですよなんかその神奈川のねまあラッパーまあ言ってしまえば熊谷発端埼玉のもう本当に今顔役のラッパー VS 神奈川の顔役のラッパーと言っても過言ではないわけじゃないですか。 でこれね、俺神奈川のラッパーなんで俺も逃げないでほしいですね、マジで。ちょっと。これちょっとワイザー一人でもいいし、バッドホップで返すのも何でもありなんですけど、返してほしいですね。曲で。アンサーしてほしいですね。なんかこのまま、なんか芋引いちゃったらすげえちょっと格好悪くないですかって、俺はなんか純粋に思いましたね。 結局、インスタライブもいいんだけど、インスタライブって確かにまあ見てる側はね、雑談を聞いたりとかして、楽しめる部分っていうのはあるかもしれないけど、やっぱ曲っすよ。やっぱ曲。うん。いやー、これはちょっとね、俺ね、パッて見た時に、で、しかも曲も結構ちょっと完成度高かったから、これはちょっと、返さなかったら、ワイザーちょっと、か、か、それこそ、ね、最終的に、 株は落ちてないけど、まあでも、ね、いろんな方面からバタサイクッシュなんか文句言われてるわけじゃないですか。でも曲でこうやって、ナメダルマのメンバーと一緒に、こうやって返したわけだから、ここでも返さなかったらちょっとどうなんみたいな。いや、まあ、返してくれると思いますけどね。返してくれると思うけど、これでちょっと返さなかったら、 いやーワイザーあれであれよ。でなんか別にね日本のビーフなんて別に殺し合うわけじゃないんだからね。ビーフもクソもねえよって言ってたけどまあでもエンターテインメントとしてどれだけ消化できるかじゃないっていうところだと思うけどな、うん、ここはやっぱ曲出されたってことは言葉でなんかペラ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 喋るよりも曲を出したバータサイクッシュまあナメダルマの方が かっこい,いなっていう風にヒップホップの本当のヘッズだったらねバトルヘッズじゃなくてヒップホップの本当のヘッズだったら黙って曲を出すだシーダーとかもそうだったじゃないですかねだからあのバーバルとシーダーの,のビーフ多分リアルタイムで見てた人どれだけいるか分かんないけどまああの照り焼きボーイズがえっとあれシリアスジャパニーズっていう曲でおっとおっと服にさ何 おっと服に猿がついてるみたいな感じのことを言ったのが俺たちのこと言ってんじゃねえかみたいな感じでシーダがかんぐってそれをじゃあ例えば本人になんかこうポッドキャストとかのライブで言うわけじゃなくて曲にいきなりバシンと返していくみたいなテリヤキビーフっていう曲でねでそれに対してバーバルが取った行動っていうのはポッドキャストでのアンサーだったんですよいや自分のラジオ番組にシーダを呼んでそれはそういうわけじゃないみたいなシーダとしてはすごい残念だったと思いますよ そこで向こうもなんか一曲かなんか出してでお互いにその曲のやり合いみたいのを多分やりたかったと思うんですよエンターテイメントに昇華してだから結局なんかあのポッドキャストに読んでこうじゃないんだよああじゃないんだよっていうふうに向こう結構ガチだったから <laughs> まあそういう説明をしてで最終的になんかもうとりあえずシーダ的にはやっぱやるせない思いなんですよねラップでやっぱラッパー同士なんだからやっぱラップで片付けようぜっていうのがまあシーダの考えでで最終的にまあフリースタイルバトルで シーダがバーバルをその場でボッコボコにして終わったんですけどまあ今回ねだからそのインスタライブを多分バタサイクッションも見たんじゃないですかでそのインスタライブを見た上でのこの多分あの曲のアンサーなんでいやーかっこいいっすよいや普通にバタサイクッションかっこいいと思いますよ俺うんで,でもでも俺をどっちを応援したいかって言ったらやっぱ神奈川人なんでやっぱ神奈川なんですよ俺は神奈川 神奈川でやってるんで、俺も。だから、ワイザーには逃げてほしくねえなーっていうのは、もう俺の正直な感,感想っすね。逆にでも、ワイザーは曲かっこいいから、これでワイザーが返してすっげえかっこいいかか曲で返したら、俺めちゃくちゃ最高なんじゃないかなって、まあ俺は思いますね。はい。なんかシンプルでしょ、そっちの方が。曲も聴きたいし、ね。 しかもね言いたいことっていうのをねライミングしながら俺たちは伝えるのが仕事なわけだからくっちゃべるだけだったらどこそのインフルエンサーと変わらないわけじゃないですかでも俺たちはインフルエンサーじゃなくてあくまでもラッパーだよっていうスタンスをこう貫いたバタサイクッシュ率いるナメダルマに関して言うならばもう感無量っすよねもう我々俺なんかもヘッズエンプレイヤーなんでヘッズとしてもプレイヤーとしてもやってるからヘッズとしての目線としてはもう最高ですね はい、こういう展開をなんか待ってたって言えばいいんですかね。うん、いやー果たしてどうなりますかねこれでしかたをこくのかそれとも何かしらのアクションを曲で返すのかっていうところはまあめちゃくちゃ期待です。はいまあそんなところですかねうーんまあね、まあ、バスケとか見てる人だったら分かると思うんですけどやっぱねポッドキャストだけで成りあって試合がなかったらつまんないでしょ。 やっぱ試合が見たいでしょ、バスケだって野球好きな人も野球の試合が見たいでしょ野球選手同士の対談ばっかり見てたって面白くないでしょね煽りお、ね、お互い格闘家同士がツイッターでね、X とかツイ,ッ、あのー、インスタグラムであおり合いしてるだけじゃつまんないでしょやっぱ試合が見たいでしょ格闘家だってねそれと一緒ですよ我々だってこの曲、ねまあ、MC バトルでもいいんだけどでもこの曲のやり合いのバトルが見たいんですよもう リングに戦戦ったた同士いいが見たいんですよだから MC バトルが今人気なんですよ。お互いリングにあた上がってお互いの主義主張をラップっていう音楽に乗っけて戦うからだから人気なんですよ。ね。あまあ今年 UNB、UM、はねともしびくんに取られてしまいましたから長崎の。ね。神奈川のねこのバトルシーンはちょっとね今年はちょっとね下火っていうかまあ負けてしまいましたけど。 ビーフ曲だけは負けてほしくねえな、ワイザー。うん。まあね、あのー、ダメダルマ本当に最高にかっこよかったってことを前提の上でね、ワイザーもめちゃくちゃ俺はかっこいいラップする人なんで、そういう人だと思ってるんで、だからね、ちょっとアンサー曲、マジで期待します。はい。そんな感じで、えー、NBA 好きの黒ひげから、えー、お送りいたしました。もしよろしければ、チャンネル登録の方もお願いします。それでは。